ダリウス、急にみんなを集めてどうしたんだ。実はとある重要な情報をつかんだんだ。みんなに聞いてほしくてな。重要な情報ですか？ぜひ聞きたいです。この地図を見てください。この近くにグストン国の者のみが知る要塞があります。かつて二国があまり友好関係になかった時代に秘密裏に建設されたものです。私の父ならそれを利用するかもしれないと密かに見張らせていたのですが、先ほどグストンの大軍が要塞に集結しつつあるとの報告が入りました。いよいよ本格的にアイトリスの制圧を開始するものと考えられます。そんな、アイトリスの人たちを守らなきゃ。待ちなよ。あんたグストン国の王子なんだろ。その情報は信用できるのか。あんたが裏で自国とつながってない保証はあるのか。匠、その言い方はダリオス王子に失礼だぞ。だが内容については同意だ。正直なところ俺も匠と同じ不安を感じている。王族の身でありながら自国に歯向かうなど到底信じられなくてな。グストン国の王子だからこそ父の過ちを止める責任があると思っています。隣国の危機に助けるどころか侵略するなどあってはならないことですから。その言葉信じていいんだろうね。心配するなって。ダリオスのことは俺たちが一番分かってる。ええ、絶対に間違いなんてありません。分かった。ならば要塞攻略のための作戦を練るとしよう。そうだね。気づかれる前に一気に接近して要塞の中に入り込んで戦うのがいいと思うよ。私も同じことを考えていました。とすると突入部隊の編成が必要でしょうか。突入なら俺に任せとけ。必ず要塞の守りを破ってみせるぜ。私も行くわ。アイトリスの危機なのに黙って見てるなんてできないもの。ダメだ。お前たちを失っては意味がない。それに炎の盾を守る必要もある。それだったら盾はダリオスが持っていてくれればいいじゃないか。そういう問題じゃないが、お前たち無茶はしないと約束できるか。もちろんよ。みんなで協力して戦うわ。戦場に出る以上どこにいたって危険なのは一緒だ。みんなでやってやろうぜ。よろしいですか。よし、行きましょう。内部に侵入するには羽根橋を下ろす必要があります。羽根橋を動かす仕掛けがどこかにあるはず。手近な砦から制圧して探しましょう。ミッション開始です。まいったか。ダリオス、あんたが本当に信じられる相手か。この戦いで見定めさせてもらうよ。必ず勝利に導いてみせます。そのためにも私が倒れるわけにはいきませんね。いいですか。俺に考えがある。報告します。あの敵、増援を呼ぶつもりか。その前に倒すぞ。準備はいいぜ。ミッション開始です。報告します。このままでは増援を呼ばれてしまう。急いで防がねば。急いでください。報告します。まずい。あと少しで増援と合流されるぞ。急いでください。制圧しました。
です。砦が、どうなったか。奴らの将を狙え。出陣だ。くらえ。覚悟はいいよな。開門しました。残る砦は一つ。羽橋を動かす仕掛けは必ずそこにあるはずです。羽橋を下ろせるのはダリオスだけです。ダリオスを守って戦いましょう。ミッション開始です。報告します。重要な砦の門を開け放つとは、何か企みがあるのか。敵の増援です。知れません。よし、行きましょう。覚悟はいいよな。ミッション成功です。敵の増援を防いだ。この調子で攻めるぞ。来ましたね。厳しいか。ダリオス、いけない。誰か助けに行かないと。制圧しました。覚悟はいいよな。やりましたね。新しい戦果だ。この感覚を忘れるなよ。苦戦です。助けましょう。そん厳しいか。
れ橋は下ろせたが、正面は城壁か。まともにぶつかってはやられてしまうな。そんな、じゃあどうするんだよダリオス。焦るな。城壁に沿って北か南に回り込め。砦を落とせば中央への道ができる。ミッション開始です。我が転送術の力に恐れおののくがよい。敵の増援です。厄介な魔法だ。早くあの術者を止めるべきだ。ミッション開始です。急いでください。もはやここまでか。よし、行きましょう。開門しました。参ったか。制圧しました。兵器を手に入れましたね。まだ敵の砦が残っています。制圧して敵の士気を下げましょう。ミッション開始です。開門しました。ダリオス、敵の本拠地までの道は切り開けたわ。行きましょう。敵の抵抗も一層激しくなるはずだ。警戒を怠るなよ。急いでください。もはやここまでか。やるな。ならばこちらも行け。敵の増援です。これでは拉致が開かんぞ。誰か敵の術者を止めるんだ。急いでください。負傷してしまいました。おいダリオス、目を開けてくれ。ダリオス、ダリオス。我が転送術の力に恐れおののくがよい。敵の増援です。厄介な魔法だ。早くあの術者を止めるべきだ。ミッション開始です。急いでください。俺に任せろ。もはやここまでか。制圧しました。兵器を手に入れましたね。まだ敵の砦が残っています。制圧して敵の士気を下げましょう。ミッション開始です。よし、行きましょう。ここまでか。買いに行きましょう。さーて、始めちゃうわよ。グストンめ、異形の者と手を組むなんて許せない。開門しました。ダリオス、敵の本拠地までの道は切り開けたわ。行きましょう。準備はいいぜ。敵の抵抗も一層激しくなるはずだ。警戒を怠るなよ。急いでください。もはやここまでか。
ました。おいダリオス、目を開けてくれ。ダリオス、ダリオス。我が転送術の力に恐れおののくやよい。敵の増援です。厄介な魔法だ。早くあの術者を止めるべきだ。俺に任せろ。ミッション開始です。よろしくな。切り伏せてやろう。ミッション失敗です。急いでください。もはやここまでか。解放しました。やりましたね。おお、ナス取りだ。お前の成長には目を見張るばかりだ。助けましょう。
頼もしくなったな。やりましたね。私考えちゃった。やりましたね。やりましたね。残念、変えませんでした。ここまでか。成果はいまいちだったわね。敵の増援には構わず、その元を立て、術者を狙うんだ。よし、行きましょう。侵入できますね。解放しました。敵の増援です。何？みんな無事か？僕はマルス、アリティアの王子だ。君たちを助けに来た。もう心配はいりません。皆さん、脱出しましょう。死にたくなければ黙ってついてこい。英雄をマルスに助けられることになるとは思わなかったな。礼を言う。英雄王？僕の名は確かにマルスだけど、まだ王子の身です。それにそんな大層な二つ名に心当たりはないのですが。え、マルスなのに英雄王マルスじゃないの？リズ様、英雄の伝説とは得てしてその人物が去った後に作られるものです。今の彼はまだ英雄王と呼ばれる前のマルス王なのかもしれません。マルスさん、こちらにいらしたんですか？先ほどはありがとうございました。いや、間に合ってよかったよ。でもダリオス王子という方が捕まっていたとは、そこまで手が回らずすまない。ダリオスを助けたいんだ。手を貸してくれないか？ああ、もちろんだ。協力させてくれ。ただ一つ問題があってね。実は僕たちはあの要塞に救う謎の魔物たちと一度戦っているんだ。魔物？異形の者たちですね。ああ、
あの要塞にはその異形の者たちが大勢出入りする巨大な入り口がある。それって異界の門があの要塞の中に開いてるってことか。異界の門というのね。あの門からまた魔物どもに囲まれたいか。今のまま何度攻め込んでも。でもダリオスはあそこに捕まってるんだ。くそ、異界の門を閉じるにはあと少しだったのに。それも敵に。あのね、炎の盾から神竜の力を感じたの。盾は要塞の中にあるんだよね。そうだ、ダリオスが盾を持ってた。もしかして敵の狙いは盾だったのか。炎の盾と同じ神竜の力、あっちの方からも感じるよ。ずっとずっとあっちのすごく高いところ。神竜の力があっちに。もしかしたら炎の盾に関係する何かがあるのかもしれない。神竜の力、遥か彼方にある高い。姉さん、私思い出した。お母様がずっと昔に語ってくれたおとぎ話。あれがもし過去に本当に起こったことだとしたら、何かの手がかりを得られるかも。遥か昔、聖なる竜の住まう小さな国がありました。ある時、悪しき竜が現れ、その国を襲いました。聖なる竜は人々を守るため悪しき竜に立ち向かいましたが、悪しき竜の力は強大で封印するのが精一杯でした。戦いで傷を負った聖なる竜はそのまま世界樹に降り立つと、ゆっくりと死を迎えました。それから恒久の時が過ぎましたが、世界樹の上には今でも聖なる竜の残した2本の強靭な牙が残っているといいます。つまり世界樹に行けばいいってことか。うん、きっととっても強い竜の力を感じるの。ええ、ダリオス殿を助ける手立てがきっと見つかります。行きましょう。私たちならあなたとはもっともっと仲。よろしく頼むよ。よろしくお願いします。よろしくね。お店番やってみたかったんです。選びましょう。選びましょう。これでいいですか。この力でもっとみんなを守る。成功です。選びましょう。これでいいですか。成功です。これでいいですか。成功です。選びましょう。これでいいですか。成功です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 。
成功です。選びましょう。ん？選んでくれ。また来てくださいね。これが世界樹。高いわね。伝説の木。母上の話本当かもしれないんだな。だけど先客がいるみたいだ。異形の者とグストンの混成軍か。綺麗な場所だけど、のんびり景色を眺めるわけにはいかないみたいですね。立ちふさがるやつは切る。それだけだ。月も神竜の力のとこまで行くために頑張る。あ、みんなで力を合わせて世界樹の頂を目指そう。マルス様、敵は大軍です。気を引き締めて戦いましょう。そうだね。でも僕はやはり君が心配だよ。もうマルス様、元の世界に戻るため一緒に戦うって決めたじゃないですか。分かったよシーナ、くれぐれも無茶だけはしないでくれ。来たか、命知らずな奴らよ。この世界中に眠る力、決して貴様らに渡しはせぬ。貴様らの希望に満ちた顔、我が魔法で絶望へと塗り替えてくれる。
何かしら。私だね。よろしく頼む。何かしら。よろしく頼む。よろしいですか。よし、行きましょう。よく来たな。任せろ。アリティアの王子もろとも貴様らを葬ってやる。魔王カーネフ、僕たちの世界にいた敵だ。奴までこの世界に来ているなんて。ミッション開始です。
神軍だな。押し包み殺してしまえ。早くガーネフを倒さないと追い詰められる一方だよ。急いでください。覚悟しろ。負けない。
中央を進むのが近道だけど、強敵が。東は遠回りで敵が多いけど、強敵はいないわ。わかりました。どこから進軍するか考えなきゃいけませんね。会いに行きましょう。さーて、始めちゃうわよ。そんな、分身はいくらでも倒したところで無駄だ。嘘、また分身が。なんて術なの。ガーネフだけの力じゃない。他に力を貸す魔導士がいるんだ。探そう。ミッション開始です。苦戦です。助けましょう。やりましたね。あれ、こいつだと思ったのに分身が消えないぞ。他にも強い力を感じる魔導士がいるわ。全部倒した方が良さそうね。よし、行きましょう。敵の数が多いね。先に砦を残らず落として戦局を有利に進めよう。ミッション開始です。危機です。守りましょう。陥落してしまいました。やりましたね。すごいです。あなたのような方が軍を勝ちに導くんでしょうね。救援を頼む。やりましたね。残念、耐えませんでした。ここまで成果はいまいちだったわね。報告します。こしゃくね。みんな、本物を見つけたぞ。ガーネフを倒そう。報告します。ミッション成功です。抜かったわ。まあ、よい。こたびはここまでにしておいてやろう。ガーネフは逃げたか。奴がこの世界にいる限り、この先も油断できないな。道を塞いでいたツタが、これで頂きに行けるわね。ああ、新たな力を手にできるんだ。みんな、行くぞ。Yeah.
白夜国第一王子として当然の結果だ。新しく追加されました。お待ちしていました。どうしましょう。これでいいですか。成功です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 。どうします。これでいいですか。成功で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 す。これでいいですか。これでいいですか。成功です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 。どうしましょうか。どうしましょうか。ん？選んでくれ。また来てくださいね。この剣本当にすごいぞ。なんだかとてつもない力を感じるもの。四季も感じる。炎の盾から感じた力と同じ。炎の盾と同じ力を宿す剣か。この剣さえあれば。神竜の力大切に使って。もちろんです。四季さん、この力を仲間のため、この世界のため役立てます。さて、新たな力を手に入れた今こそ反撃に転じる好機だよ。その剣があれば異界の門を閉じられるかもしれません。だといいがな。もう手は貸さんぞ。自分たちで何とかしろ。ああ、ナバール、心配いらないぜ。ダリオスと炎の盾を取り戻すため、今度こそあの要塞を落とすぞ。もう、決して敵に背を向けたりしないわ。よろしいですか。よし、行きましょう。まずは外の砦を押さえて、
攻める足がかりにしよう。よし、行きましょう。外の砦を制圧しましたね。これで内部へと攻め入ることができます。何？砦が落ちたか。弓隊移動せよ。敵に備えるのだ。中央の砦を落とせばもっと奥へと進めるはずなんですが。ミッション開始です。正面の門は硬そうね。南北どちらかの砦を落として回り込みましょう。よし、行きましょう。制圧しました。波打ちになる前に後ろの敵を撃ちましょう。ミッション開始です。かかりよったな。それ、雑魚どもを囲んでしまえ。敵の増援です。絶対にダリオスを助け出すんだ。邪魔する奴らは全員倒してやれ。無水の飲める。行きましょう。ミッション成功です。今の俺たちならきっとやれる。ダリウス、無事でいてくれよ。解放しました。奥へと続く門が開きましたね。気を引き締めて進みましょう。答えろ、ダリウスはどこだ。連れて行かれるのを見たが、すでに命はあるまい。残念だったな。いえ、きっと生きてます。早く奥の砦へと向かいましょう。ミッション開始です。道が二手に分かれている。どちらの道を進むかは君たちに任せるよ。よし、行きましょう。
きましたね。敵の攻撃を防げました。やりましたね。制圧しました。砦を落とせたわね。このままの勢いで攻め上りましょう。はい、いい調子です。ダリオスだってきっと助けられますよ。敵の増援です。制圧しました。制圧しました。制圧しました。本国からの増援が来たか。貴様らの命運も尽きたぞ。恐れることはありません。今の私たちなら必ず打ち破れるはずです。ミッション開始です。報告します。邪悪な力、門を開いてる奴がどこかにいるはず。倒して閉じよう。敵の増援です。敵の増援です。やりましたね。制圧しました。ミッション成功です。教えてください、ダリウスはどこですか。必ず答えてもらいます。ただ北側に牢屋がある。多分そこに。すぐ近くみたいだね。みんな助けに行こう。ダリオス、無事でよかった。ありがとう、世話をかけたな。よし、みんなにも知らせてこよう。マルスさん、あなたが最後の英雄というわけですね。あいつらを守り導いてくれて感謝します。いえ、あなたを救いたいという二人の強い思いが皆をここまで導いたのです。共に戦いたいと思わせる不思議な魅力のある二人ですね。私もあいつらに見せられているものの一人です。この勢いで炎の盾も取り返しましょう。ええ、私もあなたと同じ気持ちでいます。共に力を合わせましょう。ええ、やりましたね。皆さん、ご迷惑をおかけしました。おそらく炎の盾は北の大広間にあります。ただそこには盾を守る魔物がいるはず。一筋縄ではいかないでしょう。みんなで戦えば大丈夫だよ。盾を取り返そう。ミッション開始です。残りの戦力を全て投入するのだ。敵の増援です。よし、行きましょう。炎の盾を取り戻す前に残りの砦を制圧しておいた方がいいんじゃないかしら。ミッション開始です。敵の増援です。制圧しました。
まいました。すごいよ。排除し、炎の盾を奪還するぞ。よし、行きましょう。ミッション成功です。これが今の私たちの力、思いの力です。この戦い、必ず勝ちましょう。やりましたね。抗議二の方、我が祭り行けばいい。屈指が戦闘陥落してしまいました。必殺負けられん。ミッション成功です。さあマルスさん、これで炎の盾が完成するはずです。ええ、最後の紋章を覚醒させましょう。今までご苦労だった。ようやくだ。ようやく揃ったぞ。嘘だろ。嘘って言ってくれよ、ダリオス。ダリオス、どうして？どうしてもこうしてもあるもんか。こいつは裏切ったんだよ。炎の盾の力を独り占めにするつもりなんだ。裏切ったとは人聞きの悪い。俺は生まれた時からグストンの王子で、今も変わらない。それだけのこと。骨が折れたぞ。炎の盾を覚醒させるのは、自国の軍と戦うという猿芝居を打って貴様らを信頼させたまではよかったが、奇跡を持つ者の創作には手間を取らされ、貴様らは足手まといになるばかり。まあこうして無事に完成したのだ。少しくらいは褒めてやろう。それ以上やめて。俺は信じない。絶対に信じないぞ。
信じようが信じまいが同じこと。貴様らは全員ここで命を落とすのだからな。さっきまでとは別人だな。それが貴様の本性か。ダリオス、あなたの目的は何だ。炎の盾を使って何を企んでいる。これはこれは伝説の英雄王殿、貴公に敬意を表して教えて差し上げよう。この俺の真の目的は邪竜の力を我がものとすることだ。邪竜の力を？まさかそんなことできるはずが。できるのだよ貴様らに分かるはずもないがな。もはや抗う術はない。己の非力を呪いながら死んでゆくがいいではお別れだ。この要塞とともに貴様らには消えてもらおう。待て、ダリオス。なんだ、紙面が揺れてる。このままでは要塞が崩れる。みんな逃げるんだ。僕たちを騙すなんてね。死をもって償ってもらうしかないな。死をもって償うって、そんなのダメだ。ダリオスは仲間だろ。その仲間がお前たちを攻撃し炎の盾を奪ったんだ。あいつはもう敵だ。違うわ。何か理由があったんです。だとしても奴を撃ち盾を取り返さねばなるまい。いや、それでも俺はダリオスを信じる。ずっと私たちを支えてきてくれたんです。何があっても彼は私たちの仲間です。あなたたちの彼を思う心は本物なのですね。何があっても揺るがない強い絆。なんだか思い出すな、クロムが僕を信じてくれた時のこと。記憶も何もなかった僕を。後悔しませんか？信じた先にどんな結末が待ち受けていたとしても。ああ。ええ。だからみんな、俺たちを信じてくれ。力を合わせて一緒に行きましょう。いいだな。はい。ええ。仕方ないね。白夜国第一王子として当然の結果だ。俺は強き王になってみせる。これからも力を合わせてやってやろうぜ。これからも一緒に戦おう。頼りにしてる。これから君のこともっと理解できるようになったみたいだ。いらっしゃい。選んでくれ、選んでくれ。いいか、うまくいったぜ。いいか、うまくいったぜ。選んでくれ。いいか、
姿であれ精一杯戦うのみ。うまくいったぜ。いいか、うまくいったぜ。いいか、うまくいったぜ。選んでくれ、選んでくれ。いいか、うまくいったぜ。いいか、うまくいったぜ。ああ、ああ、できないみたいだな。みたいだな。いいか、了解。私、ああ、できないみたいだな。いいか、了解。もう俺は誰にも負けん。ああ、できないみたいだな。いいか、了解。いつの間にか私もこんなに成長していたんですね。いいか、了解。ここまで強くなれたか。ああ、できないみたいだな。選んでくれ。いいか、うまくいったぜ。いいか、うまくいったぜ。選んでくれ。いいか、うまくいったぜ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 。またな。いいですか？ありがとうございます。
ゲームをプレイするときは部屋を明るくして画面から離れてプレイしてください。おお、来てくれたか。いつでも来るといい。長時間続けてのゲームプレイは避け、よろしいですか？よく来たね。どうする？武器を選んだね。武器特性を選んでね。できないようだね。できないようだね。武器を選んでね。また来てね。